全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。出遅れは外、飛行機ソルジャー。まず何が行きますか。10番アウターガリレオ先頭を伺います。続きまして17番飛行機ソルジャー、9番ラブリーモア後位につけています。内側1番ハマヤユニバース、これを見るように外側4番ドリーマーアーバン、各馬1コーナーを目指します。1番人気12番シローエレガント、この位置6番南の絆、内側3番スカイブーケ、外から8番シンハカーズ、15番アルテミスオレンジ、内側2番森のフェアリー、続きまして16番ドバイウィングス、これからバックストレッチに向かいます。少し差が開いて13番タニーズ、内から7番ネオドリーム、その外11番ハマドタンジロー。 1000m の通過タイムは1分1秒0、1馬身相手18番ソラインパクト、内から14番ルス、最後方5番アルルンストリート、18頭各馬一段となっています。先頭は変わらずアウターガリレオ、さらに17番飛行機ソルジャー、9番ラブリーノア後位をキープ、そのうち1番ハマヤユニバース、外を抑えて4番ドリーマーアーバン、18頭大ケヤキの向こうを通過。1番人気シローエレガント、ここからどういった競馬を見せるのか。そのうち6番南の絆、内から2番森のフェアリー、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、後続各馬の動きはどうか。先頭アウターガリレオ、400を切って、先頭アウターガリレオ、その後飛行機ソルジャー、シローエレガント突っ込んでくる。先頭はシローエレガント、 200m を通過した。逃げる逃げるシローエレガント、2番手ドマイウィングス、差を詰めるドマイウィングス、シローエレガント、ドマイウィングス差し切って降臨。勝ったのはドマイウィングス、鞍上は三浦昴生騎手。ドマイウィングスブリーダーズカップを見事勝利しました。シローエレガント、ドリーマーアーバン、熾烈な2着争い。